さて今回はダヤンのグーフォン V4M です。V4M、今回もスマートシップさんから入手しました。こっちは V3M ですね。さて開けていきます。クルリンパ。本体を取り出します。ここには何もない。こっちはまあ、アクセサリーでしょうね。漢字が読めませんが、コアン V4M みたいな感じ。これでグーフォンなんでしょうけどね。まずは手順書。手順以外に何か書いてあるかな？なさそうですので省略します。次はこのプラスドライバー。まあまあ細そうですが。私がいつも使っているものの方が細いですね。まあこれは使わないかな。最後にこのポーチ。ガンのポーチの青がグレーになってロゴがダヤンになった感じでしょうか。贋作のガンかと思ったらガンのガンでした。かっこいいですね。本体をラップから出します。グロスの部類でしょうか。マット加工には見えません。サイズが V3M より大きくなっています。ロゴの色がグレーになってますね。サイズはほぼ 56mm。V3M は 54.3mm。色合いは似てますがちょっと違いますね。さすがに潤滑剤を拭き取りたいかな。拭き拭き。手にもついているので後で洗います。手も洗ってきました。お、静かですね。後で V3M を回すと、違いがわかると思います。V3M です。いや、これ僕はうまく回せない。これを回せるようになってこそ本当のキューバーなのかも。V4M は、シコシコ回ります。回せてないか。マグネットの強さ比較です。一回転で白面に戻って同点。どっちが強いのかわかりませんでした。感覚的には V4M のマグネットの方が弱そうです。しっかし静かですね。V3M はちょっとカチャカチャ言います。潤滑剤を洗い流したせいかもしれません。回しやすい部類だと思います。珍しく H パームに挑戦。ダブルトリガーできません。これは私の腕のせいかもしれません。
私レベルならこっちの方が回しやすい気がする。重さは V4M が 66g、 V3M が 68g。 V4M の 66g って XS より軽いんですよね。 XS は 69g なので 3g 軽いです。コーナーカットは余裕で45度、だいたい47度でしょうか。 V3M は45度内ですね。回転が軽すぎるからネジを締めちゃってるんですよね。 V4M は初期状態で結構ネジが緩めです。その辺がコーナーカットの差に出てきてると思います。リバースはオンザラインくらい。 V3M はオンザラインは無理かな。これくらいです。回しやすいと思います。RS3M2020 グロスカマグネット追加版。おろ、グーホン V4M の方が異様な気がする。 356X、 グーホン V4M いいんじゃないかな。値段を考えたらありだと思います。内部を見ていきましょう。スクレーパー、 V3M と V4M のセンターはあまり変わらないですね。 V3M はなんかとんがりがありますね。 V4M にはそれがない。開けてみます。この白いのはプラスチック製のワッシャーかな。そうでした。V3M にもワッシャーがついてますね。パッと見あまり変わりません。マグネットはこの辺でしょうか。ここですね。関係ないですが、V3M は潤滑剤足りないかな。コーナーの比較です。あまり差がわからない。ここにくぼみがあるのは違いますね。接触面積の軽減でしょうか。この辺の段も違いますね。こちらは溝が切ってある。 V4M には最後に段がある。溝は同様にありますね。エッジの比較です。接触面積低減の溝は両方にある。潤滑剤保持の溝でもありますが、コーナーと合うようにここに段がありますね。大きな違いはそれくらいです。分解は普通にできます。V3M も同様ですね。マグネットがちょっと厚かったかな。
V3M の方がマグネットの厚みがありそうです。右が V4M です。V3M の足にグラギタスを塗ってみました。ちょっと回しやすくなったかも。まだちょっとカサカサいってるので、足以外に DNM37 を刺すべきかな。微妙に色合い、違いますよね。赤面が特に違うかな。グレーのロゴは見にくいかなと思ったんですが、なんかシックでいいんじゃないでしょうか。高級感がある気もします。しっかし静かですね。ちょっと比較する点輸形が手元にないのですが、ブーホンでも十分静かなんじゃないでしょうか。サンクラ V3M 昔回しやすかったんですが、RS3M2020 リトマジ 3M ファルク 3M カチャカチャ。リトマジ 3M と似てる気がする。グーホン V4M は全然音が違いますね。まとめです。グーホン V4M は静かですし、価格を考えたら買いだと思います。RS3M2020 よりいいかもしれません。まあこれは値段がさらに安いですけどね。V4M は V3M のような癖はない気がします。ということで皆さんも試してみてはいかがでしょうか。今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。